さて今回は高級マウスピースリガチャに変える人へという動画をお送りしたいと思います。アクスミキです。今回はですね、ちょっと細かい話になるんですけれども、意外とですね、誤解されてる方っていうのが多いのかなと思って、今回動画を撮ることにしました。今日の内容ね、知っていただいてたら、無駄な買い物じゃないんですけれども、その必要以上になんかいろいろマウスピースとかリガチャとか用意する必要はなくなりますので、その点ね、ぜひこれからいろんなマウスピース試してみたいという方、レベルアップしてきてね、ジャズ系のマウスピースとか、あともうジャズ系のマウスピース、とりあえずのものは使ってるけど、もっといいやつに変えたいみたいなね、僕が使ってるこのセオアニとかジョディマウスピースとかですね、ウッドストーンとかゴッツとか、いっぱいね、高級な、質の高い、素晴らしいマウスピース、あとシルバースタインとか、ウッドストーンとか、ブルザイとかですね、 JVL とかですね、そういった高級なリガチャに変えたいっていうね、使ってみたいという人多いと思います。そういう方にですね、ぜひ知っていただいてほしいなということを今回紹介したいと思いますので、セッティングに関していろいろ気になるとか変えたいっていう方はですね、ぜひ最後までご覧ください。それでですね、こちらですね、なんか洋さん書いてますけれども、まずですね、 A と B、 大きく分けた A と B という、内容になります。で、 A が勘違いに注意ってことですね。で、 B が方向性が変わる場合は使い分けもと書いてあるんですけど、何のこっちゃって話だと思うんですけどね。じゃあ A から触れていきたいと思います。これなんでこういう動画撮ろうかと思ったかっていうとですね、たまにねおられるんですけど、すごいいい、リガチャを買いましたと、マウスピースを買いましたと、そういう方がですね、音が大きくなりすぎたから自分が吹く曲によってもうちょっとね音がちっちゃくなるようなそのリガチャをね買ってしまったりとか、そのマウスピースに変えるっていう方がいるんですよね。そういうのってせっかくいいやつ買ったんですから、それをね、十分使いこなせる場合はそれを使えば済む話ですし、この後紹介しますけど、ジャンルがね変わるような、方向性が変わるようなものを買ったんであれば、それは必要に応じて他の方向性のものはね使う必要があるんですけども、その辺の見極めがですね、できないっていう方っていうか、そもそも知識として持ってない方がですね、二重に三重に余計な買い物しちゃうっていう場合が往々にしてあるんですよ。そういうことが必要ないっていうことを僕はお伝えしたいと思います。そういうことが必要な場合もあるかもしれませんが、その点に関しても触れたいと思います。A の勘違いに注意ですけど、1と2ね書いてますけど、良くなる not イコール大きい音しか出ないですね。で、2が質が上がるイコール小さい音から大きい音まで全て良い音になるっていうことですね。この2点をですね知っておいてほしいんですよ。で、1の良くなるっていうのはすごい鳴りが良くなるってあるじゃないですか。例えばこのリガチャをね葬儀に変えるとか、シルバースタインのヘキサとかですね、エストロとか、ああいうなすごい高級なやつ 5,6 万するようなやつに変えると鳴りがめちゃくちゃ良くなります。物理的に大きな音になります。ただそこでね、落とし穴っていうか、多くの人はその大きな音が出るから大きな音吹いちゃうっていうのがよくあるんですよね。そういうことではないんですよ。高級なマウスピース使うというのはね。こちら1番書いてますけど、良くなる not イコール大きな音しか出ないわけではないです。大きな音がその質が上がることで出やすくなりますけど、2番に書いてるようにね、質が上がるっていうことは、マウスピースリガチャですよね。っていうことはイコール小さい音から大きい音までの全ての音が良い音になるわけです。車で例えたら分かりやすいかもしれないですけど、排気量の大きい高級車ってありますよね。3000cc とか 4000cc あるような、ベンツとかランクルとかですね、あとスポーツカーですね。そういったものをですね、でかい排気量でね、スピードが出る、パワーが出るからといって、フルスロットルで運転するわけないじゃないですか、皆さんね。そんなことしたら危ないですよね。じゃあなんで高級車とか、その別にそのスペックをね、全て引き出さないのに、運転する、乗りたいのかって言ったら、余裕があるからですね。運転してて疲れにくいですよね。高級車ってね。それ、いろんな面で、排気量もでかいこともありますけど、ありとあらゆる面で全てのスペックが上がるから、運転が楽になるわけですよ。それはね、高級車とか乗ったことある方はよくわかると思います。そういう感じなんですよね、イメージとしては。高級なマウスピース、高級なリガチャーとかね。高級な楽器もそうですよ。例えば、ヤマハの280を吹いててね、あれも、ちゃんと使えますよ。普通に使える楽器ですけど、やっぱりセルマーとか柳沢のね高級モデルとか、ヤマハの 82Z とか、こういった
カエルベルスとかね、キャノンボールの高級なやつとかに変えるとやっぱ音の質が上がりますよね。で物理的に大きくなるんですけど、その音量がでかいことだけ皆さん目指してるわけじゃないでしょ。音の抜けの良さとか、その気持ち良さ、吹奏楽の気持ち良さとか、あと音色とか、いろんな面を求めて上位のモデルに買い替えるわけじゃないですか。でそこでね、吹き比べたらやっぱ全然違うなってのありますよね。だからその機能は満たしてるけど、それ以上のその質的なことところをですね、まあ、向上させるというのがこの高級マウスピースとかリカチャーに変える目的ですから、それがですね、大きい音が出やすいからといって大きい音ばっかし吹いてたら、それはなんかちょっと非常にもったいないんですよね。で実際に僕の生徒さんで、まあ、すごいあのセッティングをね、超高級なセッティングに変えた方は、自分が所属してるバンドで今まで小さい音で伸ばせなかったようなところがですね、みんな音がかすれるけど自分だけ余裕を持ってね、気持ちよく吹けるようになった、軽く吹けるようになったとかですね、まあそういうこともありますし、僕らそのプロがですね、セッティングにこだわって常にいいものいいものって目指すのもそこですよね。言ったらですね、大は小を兼ねるわけですよ。良いスペックのものはですね、そのいろんなことをもう包摂しちゃうわけですよね。で米印のとこですね、まあ、それはまあ方向性が同じ場合ですってことです。例えばね、マウスピースがローバフルからローバフルに変える、とりあえずメイヤーのマウスピース持ってたけど、セオアニのニューヨークブルースに変えるとか、そのジョディジャズの HR に変えるとか、セオアニのガイアに変えるとかね、そういう質の高いものに変える場合っていうのは特に今言ったような考え方で臨んでほしいです。ただ、まあ、今から言うね B の内容も把握しておいてほしいんですけど、 B は方向性が変わる場合は使い分けもというのがありますね。特にマウスピースというのもあるんですけど、まあ、例として書いてるのはローバフル、ドジャズ系のね、メイヤー系のやつを使ってて、それからメタルのハイバフル系、ファンク系ですよね。いわゆるデュコフとか、セオアニで言ったらシーバーとかですね、インディーとか、ジョディジャズで言ったらスーパージェットみたいなやつ、まあ、極端なやつに変えるっていう場合は、これはね、マウスピースを必要に応じて使い分けは出てくるかもしれません。例えばメタルハイバフルのバリバリ言わせるようなやつに変えて、でその後にドジャズのね曲吹いたら、それはちょっと音色的にもね、だいぶ尖った音色になるし、まあ、音もまあ鳴りすぎるんで、特にハイバフルの場合はできるジャンルがね狭まる場合があります。そこそこのバフルのやつやったら、例えばクラウドレイキーとかセオアニのドゥルガーとかやったらドジャズもいけたりしますし、そういうとこはね、慎重に自分が今後どんなジャンルをやっていきたいのかっていうことに応じてマウスピースは特に選ぶ必要があります。このバフルっていうのがポイントになりますので、バフルっていう言葉知らなかった方はバフルっていう言葉は必ず覚えておいてくださいって感じですね。で同じような感じでクラシック系のマウスピース、セルマバンドレンみたいなやつからジャズ系ですよね、メイヤー系に変えたと。それで、まあ、ジャズ系の曲はそれでもちろん吹きやすくなると思います。いろんな面でね、音色もそうやし表現もやりやすくなります。ベンドとかね、そういったことですね。ただジャズ系のマウスピースに変えた後にクラシック系をまたやるっていうのは、それはちょっと音色の方向性が変わるんで難しくなります。吹奏楽のバンドにね所属しててジャズとかもやりたいからメイヤー系とかね、なんかそういうのを買ったと。でその所属してるバンドの方でメイヤー系で吹いたらね、音色が合わないって言われたとかね、それは当たり前の話ですから。ジャンルによってね作法みたいなものがありますから、やっぱり吹奏楽やるときは吹奏楽のセッティングでやっぱポーっていう音でね出す必要がありますし、まあ、逆にジャズ系のことをやるときにセルマーのねポーっていう音色で吹くのもなかなか難しかったりしますから、その辺はだからこの方向性、特にバッフルとかよくそのマウスピースが使われるジャンルですね、そういうのを気をつけていただきたいと思います。リガチャーに関してはそのバッフルみたいな激しさは、まあ、正直そんなにないと思います。だから基本的にいいリガチャーに変えたらそれで別になんかできないジャンルが生まれるとかはないです。ただそういう風に誤解される方も実際います。なんか音が大きくなりすぎるみたいなね、音が大きくなりすぎるんだったら質が上がって小さい音も出しやすくなってるわけなんで、小さい音で吹くようにしてください。そういったことは日々の練習で、こう壁練ですよね、壁に向かって吹いてこうね、あの吹けばよく自分の音が聞こえますから、吹きすぎてたら軽く吹けばいいだけで、そういったことは高級なマウスピースリガチャーというのは十分できますので、そういう感じでね、そのたとえそのメタルハイバフルでも小さい音は出せますから、そういう感じでこのねセッティングっていうものを捉えるようにしてください。ということで今回はちょっと細かい話になりましたけれども、高級マウスピースリガチャーね、まあ、要するに質のいいリガチャーマウスピースに変えると、まあ、スペックが良くなる分その
分 の、 その勘違いとか誤解が生まれますから、その辺を、解説しました。皆さんの何らかお役に立てた幸いです。こんな感じですね、日々の演奏活動とかレッスンで気づいたことをまた皆さんにシェアしていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。あとこのチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方は、チャンネルメンバーシップとスーパーサンクスやっておりますので、ぜひ概要欄からご確認ください。チャンネルメンバーシップはすごくお得な新コースを作りましたので、ぜひ内容の方を確認してください。